はようございます。おはようございます。久々に現場来たな、俺。今日は、はい、ちょっと考えたのは、もう何、インタビューして、なぶらへん。年は経ったです。もうすぐ9ヶ月。あ、まだ1年経ってない。1年は経ってない。まあ、じゃあ視聴者の皆さん、とりあえず1年ってことでしょ。サムネがちょっとやりづらい。9ヶ月っていうのは、はぎらけないから。1年。もうそれまで足場全く組んだことないでしょ。全く、そうですね。バイトでその材料運びとかはあるんですけど、うんうん、組んだりばらしたりは全くないです。で松田君っていうのはもともと2年でここ修行して自分で、まあ、会社やっとったわけじゃないけど経営に準ずる人だよね。そうですね。経営側の経営側の仕事として、はい、まあ、管理職みたいな。そういうことだよね、はい、で自分で、まあ、会社やりたいと。そのためにはまあ現場を覚えたいで、まあ、俺は別に現場を覚えてもいいんじゃねえのって言ったけど、まあ、だけど自分で覚えてそれからやりたいっていうことで、まあ、修行にわざわざ神奈川から来たんですけど、まあ、じゃあ今日実力を見させていただこうと思いますけど、来るのも遅かったからほぼバラされちゃうこれ実は視聴者の皆さん急いで来ちゃいましたけど、ちんたらしてるもんで、もう一面しかない今日ちょっとがっつり早かった。3年めちゃくちゃ早かった。早かったね。今日早かった。6月19日大阪でとび職の方お待ちしております。どんどん始めてください。あ、見てりゃ分かるぞ。普段から走っとるやつか、カメラの前だけ走っとるやつなのか。普段から走っとるとな、体が自然と動くでな。特に視聴者でやっぱ足場の職人とかやってるとよう分かるんじゃないか。なあ、どうなの、お前の中で何点なの。40点ぐらい。40点9ヶ月で、ね、持ち方が、ああ、まあ手すりの持ち方もまだ逆なんで。どういうこと、ハンマーを逆転にするってこと。ああ、こ、あ、今みたいにやるってことか。ああ、今のはよかったな。ああ、細かいこと言い出すとそうだな。ああ、逆転になっとったらあかんだ。まあ急いどるのは分かるよ、なんかなあ、分けるだろう。まあそれ一般人では分かるだろう。俺もちょっと職人やっとったらある程度分かるけど、まあ、お前でも分かるよな。ちょっとあの早いってより焦っちゃってるって感じだよな。バスだけ。おお。もうあの2メーター以下でもう外し、あれだけつけてみない。まあ、そういうことも知らんっていうのはもう、まあ、全然ダメだよ。全然ダメ。絶えず命がけで今日も毎日1秒でも早く収めようっていう意思で頑張っとるやつだとやっぱ違うな。俺はそうやって働いてきたけどな。俺なんかあの手袋まであの切ってやっとったんだな。切ってな、本当だよ。本当だったよ。不幸金。いや、これ昔のやつはこれマジックだったんで、はい、マジックつけたら貼ったりするのは嫌なんで。ああ、そうそうそう、それ切っとったもん。でもマジックのとこが引っかかるもんね。切ってそこに貼っとったんだよ。本当だったの。ま、嘘だと思うよ。じゃあ本当だって。そんなことだってわからんだろう。マジックなんか切ってつけといたらどっかに引っかかったりするんじゃん。ちょいちょい取ってから、もう取ったらつけたりすんのもめんどくさい。マジだぞ、お前信じてないだろ。あ、それやっぱ電気見てな。聞けよ。みんな俺のことバカにするけど、お前やったぞ。ああ、あの物だけ壊さないよな。ああ、まだまだな、まずは。普段からそういう動きしてないっていうのはよくわかるぞ、俺は見てて。まあ、毎日毎日必死にやってるやつぞ。まあ、2年間、知識つけるだけだったら、お前、本読んだ方がマシだぞ。そうか、そうか。まあ、ほら、あ、うまい、うまい。ここは使ってください。まあ、焦っとるんだぞ。まあ、今度1個あったら、お前またもうぶっそやねえか。まあ、焦らせる俺が悪いのか、普段から一生懸命やってないやつが悪いのか、どっちが悪いんでしょうか。視聴者の皆様、どっちが悪いでしょうか。なあ、そうだろう。俺もその、俺だって現場やったらな、結構31人ぐらいまでどっかよ。
マサヒメ何歳だ38です。あ、まあ、それちょっと偉いなちょっと偉いな。31、2ぐらいまで現場出たよ。でこの足塗り替え道場で足場やるときはまた自分で出たよ。あ、最初出るつもりにならなかったけど、人が来おへんもんね。出るしかなかったから、すぐ骨折したけど、すぐ手のひら行かれたけど。おー、はい、でさ、なあ、ちょっと疲れた。そうそう、それが仕事よ、早くっていうのは。そうそう、そういうのが大事。美しい仕事。うん。残りちょっとショーのあれを見ようか。比べたいな。こんだけだな。これがまあ9ヶ月のまあまあ頑張ってないやつの動きですよ。あ、とりあえず堀川さんの動きを見させてもらおうか。とび職の方ご参加お待ちしております。うん、あ、バーンじゃないのお前。もう、うん、いや、スピードじゃない、美しさ、美しさ、スピードじゃないよ、美しさ、美しさ、美しさ、うん、早いっつって、バン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 投げとったらかっこ悪いぞ。きちいよな。そうそう、おっ、あ、ハンマーの一撃一撃の音も違うな、全然。音が全然違うな。そう、もう動きにやっぱ無駄がないもんな、見ておいてな。やっぱちょっと違う、自分で見とっても。あ、全然違う。あ、なんかキレが全然キレは違うな、無駄がないよな。無駄がない、うん、ちょっと、もう考えずな、頭多分必要な分しか叩いてない。そうだな、多分僕まだ変なこと叩いて。ああ、そうか、ちょっと焦ってるしな。だ、普段から一生懸命やってないとそうなるそうだろ、9ヶ月だぞ、はい、やっぱ違うな、見とると全然違うな。まあ、まっちゃん、ま、ああ、はい、急いどるように見えんもんな。まあ、ちょっと生きっとるようには見えるけどちょっと生きっとるようには見えるけどちょっと生きてるようには見えるけど、やっぱ美しい動きにはやっぱ無駄がないよな。綺麗、なんか腰が入っとるって感じがするんだ。松崎はもう焦っちゃって体が浮いて上半身に力が入って下半身に力が入ってなかったよな。俺も多分変なとこ叩いて、うん、一発で抜けないの。勝負多分ここにぴったり。そ、あ、そういうことな。あと、あそこ叩かないとへこむんですよ、出てるって。ああ、でもずっと叩いた。覚え上手に。あ、会社の材料なんだな最近俺の材料とか俺の金って言うとあのコメント欄荒れるもんね会社のって言うようにする、まあ、うるせえからな。よし、終わりか。どうですか。いや、ちょっとやっぱり翔くんの見るとやっぱ、うん、無駄がないんですよ、ね、キレ、キレをキレよ、やっぱゴルフばっかりやっちゃうだろうな。はい、ゴルフばっかりやっちゃうだろうな。やっぱ最初の気持ちを忘れるな。はい、ちょっと初心忘れるちょっと調子乗ってた部分が、あ、もうちょっといけるぞ、もうちょっといけるなと思って。あ、自分だからじゃあ今評価点になってるな。いや45、50いってないっすね。違う違う違う、ほんともうちょっと、もうちょっとなんかちょっと美しいね、この動画見て。自分で見たらもっとやっぱちょっと焦りがすごい。焦りがどう。まあでも結構早かったね。教官、教官、教えてください顔芸教官いや、もうなんか最近まあ、戻しゃべりました。僕のターンですよ。そうですね、嘘嘘、何々、ちょっと慣れて、うん、なんかもう最近こう翔くんですけど、うん、まあ、大体こういう翔くんで行くときは翔くんを探して、僕はまあそうなんか手元的な感じのその通常横に行ってさ、上に行って言うんですけど、行ってきてるかなと思った。ああ、余裕だわ、みたいな。全然行けるぜ、みたいな。嘘、全然でした。ああ、なるほど。はい、許可許可お願いします。何なりと私を怒ってください。そのキャラ調子にかバラすのはでも50点以上は全然あるんです。ああ、そう、逆にもっと速くなるんで、やっぱり。ああ、はい、よろしく。で、下回りに関しては全然もう80ぐらい来てるんで。あ、もうずっとしたんで。最初は正直連れてきたくなかったんですよ、やっぱ白さんで。ああ、動きが変に年上なんで言いづらいし正直、もう嫌だったんですけど、連れてきたでも
人間性は高くてんだよ。ゴルフも一緒に行かせてみるとで社員とも仲良くやってほしい。6月19日大阪でとび職の方お待ちしております。はい、まだこれからも頑張って、はい、じゃあ3ヶ月後ぐらい、ちょうど1年ですやろうか。そうですね、ちょもうちょっと余裕を持ってできるんですよ。そうだね、頑張ります。そうですね、ちょっと結構言われるんで、他の職長の職員以外の人に余裕がない、焦りすぎって。焦りないと早くならないよ。絶対早くならないよ。焦りないお前もずっと言われとったよな。そっちの方が俺伸びると。焦りが早さになるんで。足場のイベントが親方とか一人親方とか、まあ本当できやね、ちょっと何人か考えとるとか、そういう、まあ、情報網みたいになってやっていきたいなと思ったんで、大阪で6月です。6月ね。はい、ちょっと名古屋一回ちょ中止したんで、集まりもちょっと悪いとかいろいろあって。で、大阪だけ今10組ぐらいですけど、まあ20組ぐらいにしたいなと思ってますので、ぜひ来てください。お願いします。お願いします。お願いします。あとは、資材買い取り。あ、これ本当にね、皆さんぜひ、知り合いの知り合いでも知り合いでもいいんだけど、買い取りをちょっとやってますね。ほんで高価買い取りって営業も何もなしでやってるから、やっぱ高く買える自信もあるから、ぜひ足場資材だけに限らず建設資材だったらちょっと買う方向で考えてるんで、要は中古買い取りみたいなのもちょっと始めようかなって。まだブランド名とかも何もできてないんですけど、ぜひ声かけてもらって、空気を知りたいんで、まずはね、なんかブランド立ち上げてお金かけてやるっていうよりは、ぜひ声かけてください。よろしくお願いします。まだ見てねー。